いただきます。いただきます。卵が自信作。うん、うん、鮭とか久しぶりだ。うん、鮭久しぶりだよ。鮭食べたくて買ったんだけど、すごいちょっと高くなってた。あ、そうなの。うん、いくら。400円ぐらいかな。400円。うん、なんか1尾100円ぐらいじゃなかったっけ。でもね、お魚も食べた方がいいからね。うん、おにぎり美味しい。おにぎり美味しいよね。うん、ケモ、これあんま味付けしてない。味付け全くしてないよね。すごい美味しい。すごい美味しいよね。うん。完食だ。うん、よかった。Thank you.
Thank you.
皆さんこんにちは、ニコです。今回は、旅行が続いて、習慣が少しね、乱れてしまった、日々が続いていたんですけれども、いつものルーティーンを、することで日常の、いつものリズムに自分を、戻すっていうことを心がけて、今日は過ごしてみました。何気ないことではあるんですが、いつも起きてる時間に、起きたりとか、飲み物だったりも自分の馴染みのあるものを飲んだりとか、もうそういうことでいつものリズムが戻ってくるなというふうに感じています。なので少しこう季節の変わり目にこれからなってくるので、ちょっとこう体調とかも崩しやすい方多いのかなというふうに思うんですけれども、私もねちょっと鼻声で少しだけこう風邪気味になってしまったりとかしたんですが、皆さんもなんかちょっとこう乱れているなとか、少しこう体の調子が悪いなっていう方は、何か参考になることがあったらいいなというふうに思っています。最後にフランスの購入品をご紹介をさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もうどれも可愛くって、もうちょっとこう買いすぎちゃったんですけど、個人的にはもっと欲しいものがたくさんあったんですが、こう、ね、トランクに入る範囲で我慢をしながら、購入してきました。そしてグラス編のラベンダー畑に行った時のお土産を皆様にも、シェアしたいなと思って、今回ちょっとプレゼント企画っていうところで、ご用意をさせていただきました。私も同じハンドクリームとこの香りのミストを購入したので、ちょっと香りだったりハンドバームお揃いにしたいなっていう方は、ぜひちょっとご応募いただきたいなというふうに思っています。でこれはどちらもラベンダーの香りになっていて、前回のグラス編の動画を見ていただいた方は、ご存知かと思うんですけれども、本当にこう奇跡的に、見れたラベンダー畑でですね、ちょっとこう縁起がいいなと思って、こうラベンダーのハンドバームと、ラベンダーの香りのミストを、購入して、これはもう視聴者さんにも、なんかお裾分けできたらいいなと思って、数はちょっと少ないんですけれども、こちらのミストを、1名様
で、こちらのハンドバームを2名様、合計3名様に、お土産をシェアできるようなというふうに思っております。応募方法に関しましては概要欄の方に詳しく書かせていただいているんですけれども、店員さんに聞いたらどちらもフランスでしか販売をしてないということなので、そのラベンダーの香り好きな方はぜひご応募いただければと思います。それではまだ暑い日が続きますが、お互い体調に気をつけて8月を乗り切っていきましょう。ニコでした。